どうもおじじです。しょうやです。始まりましたね。名古屋アーティストエイド動画作りが始まりました、はい、始まりましたもう冬です。おじじはね、最近寒くてね、朝起きれない、ね、何時に家出るの？5時。5時、それは寒いよ。ガチのおじじ。しょうやさんは今日何時に起きたの？今日は9時ですね。携帯のアラームとか、そういうのに起こされるんじゃなくて、えっていう。目覚ましかけない？かけない、かけない。もう目覚まし時計に頼りっぱなしですよ。これなんかピピピピっていう電子音のやつもね、一切聞かない。リリリリリリ。しょうやさんはあれだよね。なんか学校も教えに行ってて。動画も上げてる。そうなんですよ。夏の大きい吹奏楽の大会がなくなっちゃったから、なんか思い出に残せないかっていうので、さっき本当にすごいんですよ、やれたことが、心に残るし、でしかもそれをね、動画にしてくれてる、形に残るっていうのは、やっぱすごいいいなって。 YouTube とかね、いつでもどこでも見れるっていうのが、ね、そう。だから大人になって打楽器やってましたってなった時に、これ私ですみたいな。いや確かに、そうだったらすごいいいなと思って。すごいじゃん。そう、ぜひお時間があれば調べてみてください。はい、というわけでね、名古屋アーティストエイトということで、まあ、我々何をしようかと思った時に、音で会話をしながら曲を成り立てていく、そうっていうことをやりたいなと。いいじゃん。思って。いいじゃん。いいじゃん、じゃん、じゃん、じゃん。曲は何しますか？曲はね、彩香のおかえり。いいじゃん、じゃん、じゃん、じゃん。ちょっと待って、一旦歌詞調べていいですか？はい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 。おかえりって言ってくれる人がいるから、家に帰りたいとか、なんか日々が楽しくて仕方ないみたいな感じ。その愛のあるこう日々を歌ってるような歌なんですけど、家にまつわる曲ってまあいろいろあるじゃないですか。そう、まあ、積水ハウスの曲やばくないですかこれ。
帰りたい。おじじのね、うん、心に刺さったよ。はい、でお帰り。今こういうご時世、家にいること長くなってますからね。長くなるし、家がより恋しく大事になってくるかなと思いまして、うん、今日は2人で彩香のお帰りを演奏したいと思います。できればね、リラックスして聴いて、うん、僕らもこうできるだけ皆さんにね、リラックスした音楽が届けれるように、うん、さっきまでのこう楽しいおしゃべりのような感じで、飛沫が飛ばない程度に音でおしゃべりしようかなと思いますので飛ばないけどね、音だとね聴いてください、彩香のお帰り。Thank you.
Thank you.